どうも、毎度おなじみ、表裏よりマックス鈴木が、本日はこちら、表裏と Z3 フーズさんのコラボで、まあ言ったらこの、監修は大げかな兄貴と、Z3 さんということで、今回ですね、こちらの商品でございます。ドスン！はい。こちら、旨辛キムチラーメンと言いまして、まあ、実際はこの通販でこういう感じなんですけども、これかける10がこれです。で、もろもろの諸事情により、まあ、乗らなくて、麺は10玉なんですけど、他の具材とかは、ほにゃららみたいな感じでございます。総重量が、まあ、6キロぐらいかなというところで、最初ちょっと8キロの予定で考えたんですけれども、さ、明らか無理だろうっていうことに落ち着き、なんで、こう一応60分にしてるんですけど、これ、完食タイムをちょっと見せる感じにしたいと思います。これでいきましょう。で、僕が本当無理って盛り付けをしていただいたんで、これかなりもやしがバッタって麺がほぼビッチなんですよ。で、ちょっと今も伸び始めちゃってるんですけど、明らか見た目的にあれだし、そもそも申し訳ないので、まずちょっとこっち移して、で、麺食べながらみたいな感じでいくと思いますんで、よろしくお願いします。はい、一応スポーツの予定で、スポーツ動画として見ていただければと思いますんで。ゆうさん、すいません、久々の兄貴不在な中ですけども、よろしくお願いします。皆さん、5秒前からカウントダウンだけいいですか。はい、お願いします。いただきます。5、4、3、2、1、しょー、いただきます。ちょっと本当申し訳ないですけど、ちょっと動かしますね。本当申し訳ないです。最初に皆様に簡単に味だけ、これちなみにもやしだけ2あります。キロ2あります。キロ2味をお伝えしたいんで、そこからちょっとスパートかける感じでいきますんで。まあ、これキムチの、なんだこれ、肉そぼろみたいな。あ、うまい。あ、すっげーうまい。いいっすね、これ。ラーメンスープとこうキムチの出汁が、あ、味がすごいマッチしていいっすな。こんな感じで、うん、あ、めちゃくちゃうまい。結構辛いっすね。コクのある辛さというか、うまみのある辛さで、韓国海苔とニラとあと卵黄があって、じゃあこれ溶かしていってみます。これ超うめ。もう一口だけ普通に食べさせてください。それはちょっとファイト行くんで。うん、とても美味しいでございます。で、ここからちょっとスピードアップでいきますね。うん、うまっ。このキムチ入ってるのもかなり、やっぱあれっすね、味だけじゃなくて食感もすげえいいんで、特徴としてやっぱ唐揚げが入ってないっていうのは結構特徴かもしれないですね、調理にとっては、中では。
うん、韓国のリゾーの香ばしさたまらんな。米食いたくなるっすね、これはね。これは本当に、このまた厚さがいいんだよ。ちょっとまずそうみたいな、ちょっとマジで。一回冷ますか。これ冷ました方がうまくいくパターンだ。ちょっとね、ごめんなさい、本当僕が無理言ったせいで。麺がこんなになっちゃって、本当はもうスープもあってめちゃくちゃね、見た目的にもいいんですけど、本当すいません社長。
友達が入れられるよ。もやきも最高、最高です。おはようございます。
ごちそうした。はい。ということで、タイムはあくまで参考なんですけれども、まあ、キロ数もね、その、まあ、5.5 から6ぐらいかなみたいな感じなんで、そんなに参考にはならないんですけれども、もうシンプルにすごい美味しかったです。辛みもしっかりありながら旨味もしっかりあって、で食べ終わった後にほのかに汗がじわっと出るみたいな感じなんですけど、この一番思ったのはここの表裏の麺とこの Z リーさんとのコラボしたこのスープがめちゃくちゃ合うなと思いました。この麺にこのプルッとしたつるっとした食感のやつが、麺自体も結構甘いんですよこれで、この辛みと相まった時に甘辛が生まれて、それがまたうまいと。個人的には僕これ唐揚げも全然ありだと思います。ただその食べ終わった後に、今回はもちろん僕のね無茶で麺が10玉なんでスープ残んなかったんですけど、一人前であれば麺食べてスープ残った時に半ライスぐらいでちょっとおじやはすごいありかなと思いました。あと唐揚げとかもちょっと混ぜたりなんかし、ネギとか、これも一度で二度楽しめるんじゃないかなと思う。そんな本日はこちら兄貴とゼットリさんのコラボでございます、キムチラーメン、こちら通販もやっておりますので、もしよろしければぜひ頼んでみてくださいというマックス席でございました。ありがとうございました。でなんかメガ盛りを久々にやりたくなりました。今回はちょっとねタイミング的にこの Z リーさんとのコラボでキムチラーメンだったんですけど、でメガ盛り確か僕16分1秒なんですよね。でラスカルが16分ジャストなんですよね。でなんかちょっとそれに挑戦したくなりましたね。久々になんかこういうのを食べさせてもらって、次回ちょっとひょうりさん来るときはメガ盛りタイムアタックで行きたいと思いますね。すいません、どうでした、おっしゃったです、はあ、ありがとう。